はい、どうもサックです。サカッシーです。今日はですね、新しい戦略の教科書という本のご紹介をしたいと思います、はい、こちらの本ですね、現場リーダーのために実行から逆算した戦略のエッセンスということで、こちらの本ご紹介したいと思います、はい。この間初めての課長の教科書ってあったんですけど、それのまあ姉妹バージョンみたいなやつですね。はい、この本どんな本かと言いますと、この本はですね、戦略の基本が書かれた本になります。はい、戦略と聞いて高橋さんピンときますか？まあ来ないですね。来ないですよね。正直僕ねピンと来なかったんですよ。戦略はてみたいな感じだったんですよね。まあ戦略っていうのは、まあ、本書にも書いてあったんですけど、一般的には、まあ、方法とか道筋とか手順ルートみたいな意味合いで使われることが多いんですよね。まあ、目標達成の戦略を練るみたいな、まあ、そんなニュアンスです。はい、ここで著者の言う戦略が一体何なのか、それをちょっと紹介したいと思います。違うんですね、一般的な戦略と著者の戦略は、まあ、若干ずれるところある、はい。まあ、一回前提を揃えておこうと、うん、この本で言うところの戦略っていうのはですね、定義をしよう、うん、戦略とは現在地と目的地を結ぶルートです。はいはい、いわば旅の計画みたいな感じですね。あ、もう勝ち負けじゃないんだね。そうなんです。旅の計画、それを戦略と言ってるんですよ。なるほど。なんか心が潤わされる、心が潤わ、心潤って言われる。戦いじゃねえんだ。戦いじゃないです。旅なんだよ。つまり戦略を立てる時っていうのはですね、はいはいはい、まず現在地を明らかにする、はい、次に目的地を明らかにして、はい、最後に現在地と目的地を結びつける方法、すなわち戦略を考えるっていう手順になるわけなんですよ。それは最短のルートを探すのか、それとも右往左往しながらも旅を楽しむのか、どっちなんですか？それはこれから分かります。あ、これから分かるんですね。まあ、分かりやすい例えで言いますと、はいはいはい、まあ、カーナビですね。カーナビだったらなんか最短ルート選びます、ね。最短ルートですよね。まあ、まず現在地が確認されますよね、カーナビの 電源入れると。で、目的地を入力すると最適ルートっていうのをね、最適ルート検索してくるんですよ。これ大事なのは最短ルートじゃなくて最適ルートっていうことですね。この言葉の違いね。そうなんです。まあ、この例でも分かる通り、現在地の確認っていうのがめちゃめちゃ重要なのは言うまでもないですよね。自分が今どこにいるのか分かんないよね。そうなんですよ。だってどこにも進めないもんね。そうなんです。現在地がどこかっていうのによって目的地に本当に到達できるかどうかっていうのが決まるわけですよ。はい、今日本によって北海道に行こうってなら、はい、まあ行けますけど、はい、南米によって1時間以内に北海道に行こうってまあ無理ですよね。まあ無理ですね。まあ、そういう意味では目的地っていうのは現在地の奴隷とも言えるというふうに著者は言ってるんですよ。まあ、ちょっと目的地は現在地の奴隷？そうなんですよ。現在地がどこかによって行ける場所が決まるんで、例えば5分以内にどこどこに行ってくださいって言われた時に、どこにいてるかによってどこまで行けるかが決まるじゃないですか。あ、つまりどこにいてるかが決まってないと目的地も決まらないんですよ。なるほど、はい、そういう意味では目的地っていうのは現在地の奴隷とも言えると。なるほど。つまり戦略っていうのはですね、まあ何にせよ目標達成するための最適なルート、最適な方法のことを戦略というわけなんですよ。僕は勘違いしてた、はい、常に最適イコール最短かと思ってたら、はい、そうじゃねえんだな。最短じゃないですよね。最適、最短が最適だって誤解してた。そうじゃない場合もあります。まあ、仕事にしてもプライベートにしても何か目標達成しようと思ったらやっぱ戦略が必要になりますよね、はい。ただ闇雲に突っ走ってもやっぱり無駄がどうしても多くなってしまうわけですよ、はい。まあ、それもね、旅の一興かもしれないですけども、あんまり無駄が多すぎるっていうのはね、やっぱ良くないわけですよね。最適っていうのが一番いいわけですよ、はい。そしてその戦略を立てるためにまず必要になるのが、現在地を把握するっていうことと目的地を決定するっていうことなんですよね、はい。今回はそんな戦略について書かれた本書からですね、現在地を把握する方法、目的地を決定する方法、戦略を立案実行する方法、この3つをねご紹介しようと思うわけです、はいはい。まずはやっぱり現在地を何にせよ把握する必要があるわけですね、はいはい。まあ、この方法を学ぶことによってあらゆる目標に対して最適なルート設定を行うことができるようになるわけです、はい。そんな戦略の基礎を学んで目標達成の鬼になりたいという人はぜひ最後までご覧ください。ということで内容入っていきましょう。お願いします。サックとタカシーのおしゃべり本要約。まずですね、現在地を把握する方法、はい、こちらからいきましょう。まずは情報収集によって現在地をはっきりさせる必要があります。うん、現在地をはっきりさせるために必要な情報は、まあ、3つあるというふうに著者は言います。はい。まあ、今回はあのビジネス書なんで、まあ、ビジネスにあの置き換えて考えるんですけども、それが自社にできること、顧客が求めること、競合にできること、この3つです。
まあ、なぜこの3つが必要なのかっていうところなんですけども、はいはいはい、ビジネスっていうのは顧客が求めることと自社ができることの重なる部分でしか成立しないわけですよね。さらにその中でも特に競合にできることっていうのと重ならない部分こそが自社の最強の強みになるわけじゃないですか。顧客が求めてて自社ができることの中で、はい、競合にできることがかかってないところが最強の強みです、ね、そうなんです。まずまあ競合にできないってことですね。つまりね、自社しかできない。でもあと顧客が求めるところです。そういうことです、はい、顧客は求めてて自社ができるけど他社ができないところ。そういうことです。最強の強みじゃないですか。それができたら、そうなんです、最高ですね。そうなんですよ。この部分は顧客に対して自社しか提供できない価値とか、まあ、ある種の独占状態を示すエリアなわけですよね。ブルーオーシャンですね。ブルーオーシャンです、はい、なのでこの3つを理解することで自社の現在地がはっきりするわけなんです。そうなんですか。まあ、例えばですよ、例えばね、例えばあのフェラーリありますよね、はい、車のフェラーリって言えば超高級車の代名詞じゃないですか、はい、このフェラーリの競合はトヨタみたいな自動車メーカーじゃないんですよ。フェラーリっていうのはもはや自動車としての価値ではなくてお金持ちのための嗜好品としての価値があるわけなんですよ ね、はい、つまりフェラーリの競合はトヨタみたいな自動車メーカーじゃなくて宝石とか小型飛行機とかが競合になるわけですよ。っていうことはフェラーリの自社にできることっていうのは、まあ、高級車を作るっていうことですよね、はいはいはい、で顧客が求めることっていうのはステータスとしての高級品が欲しいっていうところですよ、はい、で競合にできることっていうのは高級品を作ることっていうことになるわけですよね、はいはい、こうなってきたときにフェラーリの強みっていうのはやっぱり他の高級品を作る会社ができない高級車を作るっていうところが高級車ですね。そう、作るっていうのがフェラーリの、うん、あの強みになるわけですよ、まあ、そうですね、宝石ではなくて高級車ってこと、そういうことですね。こんな感じで自社の現在地がどんなところにあるかっていうのをはっきりさせないと目的地も戦略も決まらないんですよ。こうなってくるとフェラーリのまあ目的地とかっていうのはもっとなんかいい車を作るっていうよりかはもっとステータスとしての車を作るっていうことが求められるわけじゃないですか。性能がいい車を作ったってしょうがないわけですよね、フェラーリはね。っていう感じで自分が今どこにいてるんかっていうのがこれで分かるわけですね。ってなるとどこを目指すべきかっていうのもまあ見えてくるわけなんですよ、はい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 、なんとなく分かっていただけたかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまだ、まあ、まあなんとなく分かったけど、なんとなく分かりました。これね、自分のキャリアにおいてもこれは同じことです。会社だけじゃなくてね、社会に対して自分にしかできない価値っていうのを、まあ、いかにして提供するのかっていうのが問われるわけじゃないですか、まあ、そうですね、はい、それは間違いない。もう本当に腑に落ちてますね。なんで自分にできること、まず自分にできることは何だっていうのをはっきりさせた上で、社会とか、まあ、会社とか顧客が求めてることは何なんかっていうのをはっきりさせた上で、はいはいはい、例えば他の役職者たち、まあ、他の社員たちができることっていうのを調べて、自分ができて会社が求めてて、なおかつ他の社員ができないことっていうのが自分の強みになるわけなんで、それが自分の現在地になるわけですよ。これをはっきりさせておいたら、自分がどこを強みを伸ばしてどういったところに到達すればいいのかっていうのは分かってくるわけですね。なのでまず現在地をはっきりさせる必要があるわけですよ。これで現在地がはっきりすることができるということに言われております、はい、これが現在地を把握する方法になります。なんとなくこれで現在地が分かったかなと思うんで、次はですね、目的地を決定します、はい、現在地が把握できたら次に目標を立てましょう、はい、優れた目標っていうのは、まあ、チーム全体のモチベーションを上げるものですね、はいはい、そんな優れた目標を立てる3つの条件をちょっと解説させていただこうかなと思います、はい、目標を立てるときには背伸びすればギリギリ届くっていうところ、そして測定できるっていうところ、さらに利他性のスパイスが入ってるっていう、この3つの条件を満たしたらいいよっていうふうに言われております。まず背伸びをすればギリギリ届くっていうところなんですけども、やっぱり簡単すぎる目標っていうのはチャレンジする気起きないですよね。で、高すぎる目標っていうのも失敗の恐怖心からやっぱりやる気が出ないわけですよ、まあ、ギリギリ届く高さであるからこそ人はやったろかやとやる気が出るわけですね、はい、まあといっても、まあ、それってどのくらいかってちょっと分かりにくいじゃないですか、まあ、一般的には成功確率が 50% くらいに感じられる目標がちょうどいいよっていう風に。結構低いんですね。そうなんですよ。絶対届くじゃなくて80、70、まあ、80ぐらいだったらね、ちょっといいね、緩すぎると緩すぎるんだ、はい、そうなんだ。 50% ぐらいです。 50% ぐらいの目標を掲げるとすごいやっぱやる気も出るしちょうどいいよっていうふうに言われてるんですね。これがギリギリ届く、まあ、目標です。次にですね、測定できるっていうところ、これも結構大事です。やっぱり測定できる目標でないと成功か失敗かの判断がつきにくいんですよね、はいはいはい、その判断がつきやすいと、まあ、やっぱゲーム性がありますし人は仕事に没頭しやすいわけですよ、はい、
またそもそも測定ができないと、まあ、正しく管理ができないんですよね。で管理ができないと進捗状況もわからないんで、途中の修正もできないわけですよね。どんくらい進んでるか、どのくらい行ってるかっていうのがわからないんで、その後どっち方向に修正していいかとかもわかんないわけなんですよ。なんで測定できるっていうのが非常に重要になります。で3つの条件のうち3つ目はリタ製のスパイスが入ってるっていうところですね。やっぱ誰でもですね、根源的に誰かの役に立って感謝されたいっていう欲求があるわけですよ、はいはい、モチベーションを上げるにはやっぱりこの他者に貢献してるっていう感覚もね、やっぱ大事なんですよね、うん、なので例えば、まあ、あの何億も売り上げるとかいう利益目標だけじゃなくて、まあ、リサイクル率みたいなね、地域社会への貢献の視点を加えることで結構モチベーション上がりやすいよというふうに言われておりますので、そういったところもちょっと刺激してあげるというのも大事になります。これがですね、まあ優れた目標を立てる3つの条件になります、はい、この3つをちょっと意識していただいて、まあ、現在地をはっきりさせたら次目標を立てていきましょうということですね、はい、で目的地を決定しました、はい、現在地分かった、目的地決定したってなったら次はやっぱりいよいよ戦略を立案実行するわけですよ。ルートですね、そうなんですよ、はい、いよいよルートである戦略を立てますと、はい、で戦略を立てるときは、まあ、現在地のときに考えたものがこれ生きてくるんですよね、はいはい、現在地を把握するときに、まあ、自社にできること、顧客の求めること、競合にできることって考えたじゃないですか、はい、でその自社にしかできない顧客の求めるものっていうのは、まあ、いわば強みになるわけですよね。そうですね、まあ、フェラーリで言えば、まあ、高級車を作るっていうのはやっぱりフェラーリの強みじゃないですか、はい、戦略を立てるときはこの強みを3つの視点で考える必要があります。この3つの視点っていうのが強みを伸ばす、はい、強みを守る、強みを広げる、この3つなんですよね。でこの強みを伸ばすっていうのは、まあ、得意分野を、まあ、どんどん伸ばして、まあ、その分野のトップの位置につくみたいなイメージですね、はい、でこの得意分野どんどん伸ばしてその分野のトップの地位につくっていうのは、まあ、顧客の頭の中にこの消えないメッセージを刻み込むっていうことなんですよ、うん、これはですね2番目3番目とは比較にならない効果があります、うん、まあ、現にですね日本で2番目に高い山はって聞かれて答えられます？無理ですね。無理ですよ、ね、富士山確か一番は富士山そうしか知らない。でも確かに一番なら分かる、はい、そうなんですよ、一番なら分かるんですよ。そんだけやっぱ一番って大事なんですよね。それだけね得意分野を伸ばすっていうのは大事だということですね、はいはいはい、その分野のトップになるぐらいの勢いでいきましょう、まあ、強みを伸ばすと。次は強みを守るっていうところなんですよね、まあ、新規顧客から注文を得るためには既存顧客から注文を得る場合の5倍から10倍のコストがかかるっていうふうに言われてるんですよ、うん、だからそれだけ既存の顧客を大切にするっていうのはめっちゃ重要なんですよね、はい、またですね、まあ、競合にコピーされない努力っていうのもまあ必要になっています。なので、まあ、社外に情報が漏れないようにするみたいな管理っていうのはまあ徹底した方がいいよというふうに言われておりますね、はい、これ強み守るってことですね。で最後強みを広げるっていうところです、まあ、さらに成長していくためにはやっぱ新たな強みっていうのを見つけることもやっぱ重要なんですよね、まあ、著者曰くこの新たな強みっていうのは民主主義からは生まれません。まあ、なぜならこの民主主義的考え方では平均的な考えしか生まれないからなんですよ。新たな強みを生むにはやっぱ革新的な発想が必要なんですね。もう革命です。そういう意味では周りからこう批判が強い意見こそ強みを広げるチャンスですよ。なるほど、そんな時こそね、そうなんです、ついついねこう批判が強いと折れちゃいそうになるけど、はい、そうですね、そこに強みを広げるチャンスがあるんですね。そうなんです。なんかちょっとこう尖った意見とかバーってきた時にいやいやいやと、まあ、出る杭を打つじゃないですけど、前は尖りすぎなんだよと待て待てとなるじゃないですか、うん、でもそういう意見にこそ強みを広げるチャンスがあるというわけなんですよね、はい、なんで尖った意見にも耳を傾けることが大事だということですね、はいはい、これが、まあ戦略を立てる時の、まあ、大事なポイントになるわけなんですけども、まあ、今ね、はい、僕ちょっとバーッとこう説明させてもらったんですけど、はい、ちょっといまいち分かりにくかったなと思うこともあると思うんですよ。おあると思うんですよ、はいはい、ちょっとピンとこねえなっていう人もあると思うんで、はい、今回、まあ、具体例として、はい、高橋さんの場合、僕の場合ちょっとこれをねちょっと考えてきたんで、はい、ちょっとぜひこれを聞いて、まあ、なんかこう具体的な、はい、イメージしていただけたらなと思うんですけど、はいはい、じゃあちょっと早速いこうと思います、はい、まず、まあ、例えばですよ、はい、例えばの話なんでこれも実際そうかどうか分かんないとして、はい、例えばの場合、まあ、現在地を把握するっていうところで、まあ、この3つね、言ったじゃないですか。ここ3つ、自社にできること、はい、顧客が求めること、競合にできること、まあ、例えば高橋さんが仕事で、はい、キャリアでねやるとしたら、まあ、顧客に寄り添うことっていうのが、まあ、高橋さんにできることだとするじゃないですか、はい、例えば顧客に寄り添うこと、寄り添うこと、はい、で顧客も寄り添ってもらうことを求めてる、はい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 、はい、でその上で競合、例えば他の社員たちにできることっていうのは、はい、寄り添うっていうよりかは
まあ、すごい資料を作ったりとか、まあ、会議をスムーズに進めたりとかっていうのが周りの人にできることです。なるほど、はい、この時高橋さんの強みっていうのはやっぱり寄り添うことなんですね。こちゃくんの心にね、はい、そうです、うん、周りの人はやっぱ寄り添うのがちょっとやっぱ苦手なわけですよ。資料を作ったりとか、まあまあ、だとしたらね、資料を作ったりとか得意やけどちょっと寄り添うのは苦手、うん、だとした時に、はいはい、高橋さんは寄り添える、これが高橋さんの現在地になります。顧客に寄り添うっていうのが僕の現在地、現在地になるわけですよ、はい、それが得意だっていうのが現在地になるわけですね、はい、次に目的地を決定するんですけども、はい、まあ、3つの条件あったじゃないですか。ギリギリ届く、測定できる、はい、利他性のスパイスってあるんですけど、はい、まあ、例えばその寄り添うのが、はい、まあ、高橋さんの得意だってなって目的地をどこに決めようかってなったら、はい、まあ、例えばまあ1年間で顧客からのまあ満足度がまあ何パーセントとか、はい、80% 超えるとかっていう、まあ、今ちょっといけるかどうかなみたいな 50% ぐらいのところのまあ目標を立てて、でそれがまあ例えば今みたいに満足度 80% やとすると、まあ、測定できますよね、今何パーセントとか。でさらに、まあ、あの寄り添うっていう、まあ、利他性も入ってるわけですよ、まあ、そのお客さんのためになってるっていう、ね、そうですね、顧客に寄り添うっていう、うん、まあ、そういった感じで、まあ、目的地決めるじゃないですか。なるほど、1年間の満足度 80% みたいな感じで、ね、確かに 80% ってのは結構背伸びしてますからね。ですよね、うん、今例えばまあ 40% はするじゃないですか、うん、まあ、ちょっと 低すぎるかもしれないですけど寄り添うのが得意で満足度 40% ってだいぶ自己満やねだいぶ自己満、確かにだいぶ自己満でしょ、まあ、それはちょっと言い過ぎですけど、まあ、そんな感じで、まあ、目的地決めるじゃないですか。じゃあ最後戦略を立案するわけですよね、はいはい、この時に、まあ、大事なのは最初に、まあ、立てたあれです、あの現在地を決めるときに立ってたやつですね、まあ、つまり顧客に寄り添うっていうのが高橋さんの強みなわけですよね。ってなると3つの視点からまずこの顧客に寄り添うっていう強みをまず伸ばすと、まあ、そうですね、いうことが大事です。強みを、ね、自分の強みを生かせと。そうなんですよ、もっと寄り添う人になると、うん、もっと顧客の話聞いてもっと寄り添う、あの会社の中で話をちゃんと聞いてくれて寄り添ってくれるのはもう高橋さんだと言わせればもうその中でトップなわけですよね。なるほど、はい、ほなもうあの会社の中では高橋さんに聞こうとかなるわけですね、はい、で強みを守るっていうところはやっぱ他の社員が同じぐらい寄り添う存在になっちゃうとやっぱちょっと自分が抜きん出れないところもあるんで、まあ、まずは今の顧客を大事にしつつあんまり他の人にそのノウハウを教えないみたいな、まあ、ちょっとこう今のちょっとあれですけどここでいきなりせこくなるちょっとせこくなっちゃうんですけど、まあまあちょっと守るわけですね、はい、で次に強みを広げるっていうところですね。やっぱりこう顧客に寄り添うだけじゃなくてやっぱ新たな強みを見つけていく必要があるわけですよ。 ね、その時に大事なのはやっぱ尖った意見ですよね。例えば後輩からいや高橋さんはあのすごい顧客には寄り添うけど僕たちには寄り添ってくれないっすよねみたいな部下から厳しい意見が来るとするじゃないですか、ずきってくるね、はい、もう僕たち部下には厳しいですよね、なったらじゃあ顧客だけじゃなくてちょっと部下にも寄り添おうかなみたいな、そこに新たな強みがあるわけですよね。そうですね、はい、そんな感じでこう自分の強みを顧客だけじゃなくて部下にも寄り添える人みたいな感じになったら強みは広がるわけですよね、はい、顧客だけじゃなくて部下にも寄り添える人だっていうのがこう会社全体にこう伝わるわけですよ、まあ、こんな感じでこう戦略を立てていくんですよね。なるほど、ってなったらまあ部下にも寄り添おうとか、まあ、さらに 80% 達成できるようにもう顧客にもっと寄り添うためになんかアンケート取ろうとかいう感じになるわけですよね、まあ、こんな感じで、まあ高橋の場合例えばですよ、今のは例えばですけど、まあ、じゃあ立ててもらえば、まあ、個人個人のキャリアにもこれはちょっと生かしやすいかなと思うんで、まあ、一回自分のですね現在地と目的地を見てもらって戦略を決めていっていただければなと思うわけですね、はい、はい、こんな感じで皆さんもぜひねちょっと一回考えてみてもらえれば結構面白いんじゃないかなと思うんでぜひやってみてください。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録